道民カレッジ北海道学大学インターネット講座今回は北海学園大学法学部の神田昭文准教授にお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、神田先生今回はこちらの写真の男性にスポットを当てた講座だそうですがどのような人物なんでしょうかはい、えー。明治期の北海道を生きた浅場静香です やすしではなく静かと読むんですね。はい、朝馬静かは他人を思いやる優しさの中にも大胆な発想と行動力を秘め、さまざまな分野で北海道の発展に寄与しました。さまざまな分野ですか？はい、えー、こちらをご覧ください。浅馬は四つの顔を持っています。えー、まず役人時代の彼は。 空地の新戸塚和村現在の新戸塚和町の開拓のドラマに深く関わっていましたまた教育の分野でも北海学園の父として私学の経営と教育に尽力するなどして大きな功績を残していますさらには実業家でもありました 当時珍しかったイチゴなどを栽培する浅葉農園を開きましたそして私がこの講座で最もスポットを当てたいのは政治家としての顔です衆議院に3回当選を果たした彼は日本そして北海道における観光の重要性にいち早く着目したくさんの提言をしているんです明治の時代に北海道の観光ですか 興味深いですねそれでは浅場静香の人生を年表で振り返ってみましょうはい。浅場静香は1854年、えー、ペリー来航の翌年に大阪で生まれました、えー、父親は大阪城を警備するう常磐寄り木でした、えー、10代の時知人を頼って東京に出て 苦悪、えー、の末、えー、1875年に21歳で大蔵省の役人となります、えー、そして1883年、えー、彼は北海道に人生の怒りを下ろします函館、えー、そして、えー、根室に勤務しまして、えー、その後札幌に移っています根室県と書かれていますねはい、えー、浅羽が来た時代の北海道は ああ札幌、函館、えー、根室の三つの県に分かれていました。えー、根室県修税町だった頃、お彼はあ東京で見合いをした十歳年下のやつ歌子さんとお、えー、結婚しまして妻に迎えています。その歌子さんとはどういった女性だったんでしょうか。はい、えー、この写真は晩年近くの歌子さんですが。 浅場の電気などによれば非常にしっかりとした芯の強い女性だったようです、えー、当初は荒くれ男ばかりの港町でどうしたらよいかわからなかったそうですが生涯夫を支え三男五女を育てあります札幌ではどのような仕事をしたんですかはい、えー、浅場は札幌区長として札幌市の中心部の道路と下水道を整備しました このほか中島遊園地の増設にも取り組みまして、後の中島公園の基礎を作りました。そして冒頭でも触れていましたが、浅場は空地の新十津川村の誕生に関わっていくんですよねはい1889年の8月に奈良県の十津川郷でおよそ600戸が被災する大水害が発生します。 その救済策として被災者の北海道への移住が奈良県と政府の間で計画されるんです被災者の移住ですかはい、えー、浅場当時北海道庁の次長の職にあったんですが、えー、彼は水害の翌月奈良の戸津川号を訪れまして人々に移住を勧めます、えー、その時浅場は 北海道の農産物を土産に携えて、えー、寒いところだけれども可能性はあると、えー、北海道の新天地としての魅力を説いて回ったそうです。北海道から農産物をわざわざ持っていったんですかはい、えー。それがジャガイモだったか、トウモロコシだったかまではわからないんですけれども、えー、浅場のこうした人柄も手伝って、えー、600個、えー、2489人の移住が始まりまして、 後の新戸川村の開拓につながったんです浅場は人の役に立ちたいという特殊家の気質を備えた人でこれは後年彼が資材を投げ打って学校を経営するという行動にも現れていると思いますまた情熱家としても知られまして生徒たちに対するスピーチも静かに語り始めて徐々に盛り上げていくスタイルであったというふうに伝えられています 学校の話が出てきましたが、浅場は北海道庁の役人をしながら、教育の世界にも携わるようになるんですね。はい、えー。浅場は1887年、現在の北海学園の前身である北海英語学校の校長に、えー、就任します、えー。この2年前に設立された北海英語学校は、英文の原書のテキストを用いて、えー、普通教科の授業をする、えー、意欲的な学校でした。 浅場は学校の運営に助言と激励を行った園から北海道庁の役人でありながら校長として迎えられます若い頃苦学した経験からですね浅場は教育に情熱を注ぎまして私財を投げ打って校舎の設備を整えました1914年に亡くなるまで英語学校に中学部を開設し さらに北海中学校を設立します後の北海学園の礎を築き教育を通した北海道の発展に貢献したんですまた1911年には後の大正天皇となる皇太子が北海中学校を訪問したことを記念して校内に北画文庫という図書館を作りました 年表を見てみますと1891年に北海道町37歳で退官していますね役人を辞めた後は浅場はどんな活動をしたんでしょうかはい、えー、道町を退官した浅場は札幌政党会社の社長に就任します、えー、現在の札幌ビール園の敷地にこの会社はありました、えー、当時この会社の経営状況はかんばしくなく 浅葉は立て直しに奔走したのですが安い台湾製の砂糖が出回るようになり解散しますまた浅葉は苗墓に浅葉農園を開きましたこの農園では当時まだ珍しかったイチゴやトマトなどが栽培されていましたこれは浅葉が暮らした苗墓の家です 浅葉は内部の農園のほか、手塩や北見など、道内各地で牧場も経営していました。役人に教育者に実業家ですか。本当に多彩な人ですが、浅葉はさらに新しい分野に挑戦していくんですね。はい、えー。私がこの講座で最もお伝えしたいと申し上げた、えー、政治家浅葉静香が誕生するんです。 えー、こちらをご覧ください、えー、札幌区選出衆議院議員候補者浅羽生と書かれてあります、えー、浅羽が選挙の時に用いていた名刺を大きくしたものです、えー、この頃の政治家は名前を音読みされることがよくありまして浅羽の名刺にも静かではなく生とルビが振られています政治の世界に入った理由は何だったんでしょうかはい。 えー、順を追って説明したいと思います浅場は1898年に政治活動をスタートさせます、えー、この年第3次伊藤博文内閣が土地にかかる税金をより多く徴収しようとしたのですがこの動きに反対して大隈重信良が県政党を結成しました、えー、伊藤内閣は総辞職に追い込まれまして、えー、日本最初の政党内閣となる第1次大隈 内閣が組織されますえこのタイミングで浅羽は県政党に入党していますもともと北海道では政党と距離を置こうとする考え方が根強く残っていましたえ北海道にはその開拓に励むという使命があるのに政党制覇の争いが持ち込まれれば秩序が乱れてしまいその使命が果たせなくなるのではないかという理由からです しかし開拓が進めばさまざまな利害が生じますまたその利害を調整する必要も出てきます浅場は政府に物申す存在として政党が力をつけてきたのならその力を生かすのが現実的だと考えるようになったんです浅場は千八百九十八年に北海道同志クラブという団体を結成し北海自治 という機関紙を発行します、えー、北海時事は1901年、えー、他市と合併して、えー、北海タイムスが創刊されるまで3年間発行されました、えー、これは1900年、えー、明治33年11月3日付の北海時事の紙面です、えー、編集部の様子が書かれた冊子絵も入っていますへーこの中に浅場本人もいるんでしょうか はいあの奥のヒレを生やしている人がそうかもしれませんね、えー、北海道道志クラブは次のような事柄を重要問題として掲げていました1、えー、つ目は内地資本の北海道への注入です2、えー、つ目は農工業の資本充実です、えー、ま具体的には銀行の設立ですね 3つ目は地方自治の発達これは市町村会地方議会の設置ですねそして4つ目は特別選挙法の制定帝国議会の議員を北海道から出すといったことですね5つ目は運輸交通機関の完備これは鉄道港湾河川の整備ですね6つ目は漁業の発展 これは漁業法漁業経済機関の整備ですね。最後に宅職推進のための問題の調査ですこうした目標を実現するには政党の力を借りるのが得策だと考え浅羽は県政党への入党を決めたんです大熊内閣は寄り合い状態であったが故に内紛が絶えずわずか4ヶ月で総辞職してしまいますが 浅場は県政党の札幌支部長に就任していますさらに1900年に浅場はあ伊藤博文が県政党などをもとに結成したあ立憲政友会の札幌支部に参加しましたでは衆議院選挙には立憲政友会から出馬したんでしょうか はい、えー、それがそうはならず千九百三年の第八回衆議院総選挙には無所属で出馬するんですそれはなぜですか、えー、その頃の朝場は政友会があ政権の争奪にうつつを抜かして政,政策の実現をおろそかにしていると不満を募らせていま,いまして政友会を奪回したんです、えー、初めての選挙では別の無所属候補に苦杯をなめますしかし 翌1904年の第9回総選挙に再挑戦して初当選を果たし以後3期連続で当選します、えー、傾向として浅場は一つの政党にとどまってで党内で力を持つというよりは党に縛られず自分が必要だと思う政策を実現するために自由に動ける立場を好んだようです 衆議院議員になってからの浅場はどのようなことに取り組んだんですか。はい、ええー、浅場はまず河川、鉄道、港湾などのインフラ整備に取り組みました。えー、中でも熱心だったのが、空知川に沿って、竹川と下富良野。現在の富良野市ですが、この五十七点六キロをつなぐ下富良野線の整備でした。その意義を浅場は衆議院の予算委員会で語っています。 え下富良野線の沿道には石炭鉱区が78あり、含有している石炭の量はおよそ2億トンに上る、えー、また、この沿道には木材がたくさんある、鉄道ができれば石炭や材木が大量に運べる、えー、と、炭鉱量と木材量を鉄道が飛躍的に発展させることを構想していました。 彼が予算委員会でそう述べた翌年の1911年に下富良野線の建設工事は始まりまして、えー、2年後の1913年、大正2年に全線が開業しました。えー、このように北海道のインフラ整備を目指す一方で、えー、浅場はユニークな分野にも関心を向けていました。えー、それがこちらです。北海道… 旅行クラブ規則と読めますねはい、えー、浅羽はあ旅行すなわち観光にいち早く目を向けていたんです、えー、実は彼は早くからあ北海道に観光を根付かせたいと考えていまして北海道庁の役人だった頃には定山系温泉の実地調査を行いまして報告書をまとめています、えー、そして、えー、議員になる二年前に 浅場は友人らとこの北海道旅行クラブを組織したんです設立の目的がこの規則に書かれています要約するとこんな内容です日本人は娯楽を座ってたしなものに対して欧米人は旅行するなど活動的である座ったままの娯楽は体を衰えさせ心もしぼませてしまう 活発に動き回れば心身ひいては知識も発達するここに文化の状況が異なったり国力の強弱が生まれる原因がある、えー、極めて重大な問題である、えー、私たちはここに北海道旅行クラブを組織して北海道の由緒ある素晴らしい場所を訪ね調べて社会に伝え日本の意向を内外に知らしめ あるいは私たちの健康を増進するための助けとすることを願うものである旅行の話が国力の問題につながるなんて驚くような発想ですねはい、えー。日本国内でこのような組織が作られたことはかつてなく浅羽たちはドイツにあった旅行クラブをお手本にしました 会員が北海道内を旅することで心身を鍛え見聞を広める、えー、さらにその先には江戸時代からの日本人の、えー、ライフスタイルを変えて、えー、日本の文化や国力の充実を図ろうとする意図が込められていたんです旅行を奨励するにはルートや宿泊施設の整備も必要になってきますよね。はいそうなんです 浅場がどのような観光政策を実現しようとしていたかを知る上で注目したいのが1907年彼が所属していた大同クラブの4人の議員とともに衆議院に提出した、えー、ホテル開設に関する権利案です浅場は世界の人々が日露戦争で勝利した日本に興味を持って続々と訪れるようになったのだから 大切な客人に対して十分な満足を与えることは経済的にも道徳的にも大切なことであると述べましてホテル業に対する政府の支援を求めています実際外国人旅行者が日本で使う額は日露戦争後3000万円から4000万円に増加していましてホテルなどの設備が整えられれば あその額は1億円に達すると見込んでいました当時の貨幣価値で1億円なんですかはい、えー、しかも権利に添えられた文書の中では観光のコースまで、えー、具体的に提示されているんです、えー、それはあ日本と満州韓国の風光明媚な地域を結ぶ観光コースで、えー、選定されていたのは、えー、東日本では 東京、横浜、日光、伊香保、鎌倉、箱根、熱海、えー、静岡、名古屋、えー、西日本では、えー、京都、奈良、大阪、神戸、有馬、えー、岡山、広島、厳島、えー、下関、長崎、えー、そして、釜、えー、山、京、えー、城、神川。 大連旅順、えー、そして、えー、法典の25カ所でした、えー、浅場の選挙区である北海道は含まれていません、えー、その理由はあ外国の旅行者が少なかったからです、えー、浅場はただ風光明媚な観光コースを示したのではなく外国人を宿泊させる一大ホテルチェーンのようなものを構想していたことが伺えます しかし一方でこの文書は北海道のポテンシャルの高さにも言及しています今後ロシアとの貿易や津軽海峡を通過する船が増えることが予想されることから将来的に北海道は外国人を満足させる観光コースになりうると指摘していますそのような可能性も見越してのことと思われますが 函館や上別にあった洋式旅館に対して、えー、外国人旅行者の宿泊者の数やあ旅館の設備についての調査も進められていました、えー、浅場の観光についての決、えー、権利案は衆議院で議決に成功しています浅場は北海道観光の未来図を描いたんですねはい、えー、さらに浅場はあ北海道の中に 国立公園を作る構想も描いていました。国立公園ですか？はい。1611年別の理由によって国設大公園設置に関する権利案が提出されました。この権利案は富士山を中心とする大公園を国で設置しようというものでした。でこれに対して浅羽は富士山をいただく東海道のみならず 近畿や九州、えー、さらには北海道にも同様の公園を整備してはどうかと提案しています、えー、北海道については石狩川の上流をもって、えー、北海道北部の公園とすると述べています石狩川の上流ですかはい、えー、おそらくは石狩川の源である大雪山系をイメージしていたのだと想像します え大切な秀麗な景観は多くの人を魅了する観光地になると考えていたのだと思います、えー、浅場はまた北海道を含む全国に国立公園を作るという提案に説得力を持たせるためにある工夫をしていましたそれはどういった工夫なんでしょうかはい、えー、決議案が提出された6年後は あ明治50年にあたる年です、えー、これを記念して開催されるであろう博覧会の力を浅場は借りようとしたんです、えー、明治以降博覧会は食産工業政策の一環として、えー、全国で開催されまして、えー、日本の近代化に大きな役割を果たしてきました浅場は明治50年には日本は有史以来のにぎわいとなる 外国人も押しかけてくるだろうから外国人と日本人が共に楽しめる国立公園を整備すれば博覧会は一層愉快なものになると主張しました浅場の提案は一定の支持を集めたようで権利案は富士山を中心としてという文言が削除されて議決されましたつまり富士山以外の名所・旧跡にも 国立公園設置の可能性が拡大されたわけです。最、えー、も,も明治は四十五年で終わりを告げたので、えー、明治五十年記念博覧会は幻の博覧会となりました。えー、私は浅場のこの時の発想を木を見て森も見る発想として評価しています。 えー、木は北海道の国立公園であり森は明治50年を指します。朝、え、葉、ー、は北海道にも国立公園を設置するために明治50年記念博覧会という国のイベントを森と見据えて国立公園を富士山から全国に広げようとしていたんです。えー、こうした浅場の発想法は 今の時代を生きる私たちの生活や仕事にもヒントを与えてくれるのではないでしょうか。木を見て森も見る。いい言葉ですね。難しいことだとは思いますが、私も心がけていきたいと思います。今回は20世紀初頭に北海道の未来図を描いた浅羽静香の人生を見つめました。神田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。